みんなーやっほー、越後屋トキナだよ。早速ですが、皆さんに質問です。トキナって可愛いですか？トキナって可愛いですかって聞けるトキナって可愛いですよね。でもトキナは結構貪欲なんです。もっともっともっと可愛くなりたいんです。なので今回は可愛さをさらにピッカピカに磨くためにこんなことに挑戦してみます。ドキドキ告白選手権！やーやー、こちらはですね、トキナが画面の前のあなたのことを思っていろんなパターンの愛の告白をするというまさにドキドキ心臓バクバクなやつです。皆さんが一番グッときた告白はどれだったのか、動画を見終わった後ぜひコメントしてくださいね。さあ、それではどんなパターンの告白があるのでしょうか。まずは青春王道編ということで、ドキドキする。こういうのが一番緊張するんですよね。それじゃあ行きます。先輩、好きです、付き合ってください。いやー、まさにまさに青春、まさに王道ですね。こういうの恥ずかしいですね。あんまり話したことない先輩なんだけど、ずーっと見てて大好きな気持ちを卒業式の前についに伝えましたという気持ちで行ってみました。どうでしたか？それでは続いて、あのドラマ編、ある年齢以上の人なら誰もが知るドラマのあの告白だそうです。でもトキナ、これ言い方わかんないぞ。いいのかな、合ってるのかな。とりあえずやってみます。僕は死にません、あなたが好きだから。で、これ合ってました？なんかちょっと韓国ドラマ風な気持ちで、しませんって感じで言ってみたんですけど、正解でした？これキュンってしました？まあとりあえず気を取り直して、まだまだやりますよ。次はハイテンションゴリ押し編。ハイテンションゴリ押し、どういうこと？フワちゃん的な感じ。やってみます。好き？好き？ねえ好き？トキナのこと好きだよね？絶対に好きだよね？付き合ってほしいよね？じゃあセロリとトキナどっちが好き？ほーら、やっぱりトキナのこと好きじゃん。これ最終的に無理やり言わせてましたね。セロリになら勝てるって思ったのかな。でも皆さんもセロリよりはトキナのこと好きですよね。好きなセロリのこともちろん好きですけどね。よし、ハイテンションになってきましたね。ドンとこい。次はツンツン香水編。香水って今だとあの香水しか思いつかないんだけど、やってみますか。別に君を求めてないけど、横にいられると思い出したりなんかしないんだからね。別に君をまた好きになんてならないんだからね。全部ドルチェ&ガッパーナのせいなんだからね。これ告白でしたか？まんま香水でしたよね。大丈夫でした？ツンツントキナどうでしたか？さあ次が最後ですよ。泣いても笑っても最後ですよ。最後はデレデレしりとり編。ツンツンの次はデレデレか。上手にできるかな、デレデレ。やってみます。じゃあしりとりいくね。だ、だいすき、き、き、きみがすき、き、き、去年よ
より好き。昨日より好き。究極に好きだー。だからずーっと一緒にいようね。あー恥ずかしい。これは時の自分で当ててもめちゃくちゃ恥ずかしかったです。みんな最後までちゃんと聞いてくれましたよね。恥ずかしくなって止めたりしてないですよね。体がだいぶ熱くなりました。ということで、いろんなパターンのトキナの告白いかがでしたでしょうか。トキナの可愛いところ結構出てましたよね。ですよね。みんなにトキナ可愛いなって思ってもらえるようにこれからも一生懸命頑張るので、応援よろしくお願いします。可愛いって言葉なんてなんぼあってもいいんですからね。褒められて伸びるトキナを可愛い可愛いしてくださいね。チャンネル登録よろしくね。グッドボタンも忘れずに。